皆さんこんにちは。今回も、このウルリックっていう SAO で数少ないブーデー男の前から、お送りしようかと思うんですけど、オルタナティブジジオの、オーダーがジジー、まあ来てるんですけど、このレンが欲しいんですよ。で1万円課金してきたんで、で1周引けるんですよね。1万2500ジェムだっけ、1万1250ジェムか。で、ピックアップが3つなんで、で、ステップ5まで行けば、まあ、この3つのどれかが出るということで、出やすいんですよね。だから、ま、このレンチアンをね、狙っていこうかと、思うんですけど、アクアコンバージョン5が、5まで、あ、5がついてんだ。すごいね。あの、4と一緒に使えるね。ただ、非属性ダメージが低下するので、まあ、そこは注意ですけども、アクセル延長がね、あるので、まあ、アクセル延長あるだけで、まあ、例えば、バッファーデバッファーのなんかそのサポート系とかさ、やるときもね、延長のためだけに入れるっていうのももしかしたらあるかもしれない。で、何より、これですよね。アクセル効果発動中、攻撃力が 25% 上昇ということで、まあこれ貫突すればね、アクセル中ね、強くなると。ただ、アクセルは覚醒と違って、ちょっと覚醒率が、伸びないので、まあ刻印入れつつ、まあ攻撃していくっていう感じにはなると思うんですけど、まあ言うて覚醒って言っても、例えば、まあ覚醒スキル3枚入れたら、まあ覚醒率が、まあ多分1枚、まあ20ではなかったと思うんですけど、確か1枚目、最初の1枚目は20じゃなかったけど、まあ大体3枚で 60% ぐらいって、まあ思っていいんで、どっかに、あ、これかな？これかな？ラッシュかな？ラッシュについて。どっかにあった、あ、これ。覚醒率は、1枚目の覚醒スキルレコードを装備すると 20% となり、同じセット内の覚醒レベル1ごとに 2% 増加するということで、覚醒レベル1ごとに 2% 増加するのか。2%? 2% って感じですけど、これか。覚醒のやつで、これ 55% ってなっておりますけれども、覚醒レベル1ごとに 2% だから、10% っていいのか。いや、2% じゃないね。最初は20で残り35ですね。どうなってんだこれは。これが、あ、これで 5% 伸びてんのか。これで 5% 伸びてるから、これで最初の1枚目で、20上がると。で、覚醒レベル5分で 10% 伸びて、これで30ですね。で、これで、覚醒レベル5なんで、10、10あって、30と10、10で50か。で、その、5% っていうのがこれですね。55% になるということで、だから3枚だと、そうですね、50% ぐらいになるのかな。うん。だから、ライラの 5% 抜くと 50% ですよね。で、その、この 50% っていうのが、まあ、大体、小刻印と、まあ、同じなんですよね。小刻印どっかにあったかな。これかな。小刻印っていうのが、まあ、1.5 倍にすると。で、さっき覚醒率 50% 上がるって話あったんですけど、この刻印っていうのがね、覚醒率と同じ枠なんですよ、ダメージ計算上は。まあ、だから実質小刻印がずっと発動しているのと同じということで、まあ、アクセルしながら、例えば、その刻印打ちながらバーストとか打ってれば、もしかしたら、そっちの方が強い可能性も、まあ、なきにしもあらずということで、そうですね、そう考えると、この、まあ、レンちゃんのアクセル発動中の 25% っていうのが相当強いんじゃないかと俺は思っていて、かつ、まあ、固定値と攻撃パーセントが同時に入ってると。で、しかも一応属性ダメージが、まあ、一応ついていると、しかもアクアコンバージョン5ですから、その、なんて言うんだろう、強いかどうかの判断って俺の感覚ですけど、固定値をこの攻撃パーセントで伸ばすので、その固定値とパーセントのバランスがいいと強いと俺が思っ
っていて、でそのバランスっていうのも、まあ、武器によって違うんですよ。例えばですけど、まあ、この防御 ×2 攻撃力が上昇って、これが攻撃力固定値になるんで、片手直剣だと防御パーセントとか攻撃パーセントをいっぱい入れると固定値とパーセントの、あの釣り合いが保ててきてちょうどよくなると。で例えば斧だと、斧のあのモッド素材って、まあ、例えばこういうのあるじゃないですか。攻撃力 250% ってあるんですよ。これは攻撃のパーセントが高い分、固定値をいっぱい上げるとダメージが伸びやすくなってくるということで、まあ武器種によってそういう、まあ、考え方がちょっと、まあ、違ってくるんで、その一概にこういうそのステータス画面の攻撃力だけ見て判断すると一番いいのかというとそうではなくて、まあ、しっかりその、 あの直撃時に発動するものですね、まあ、さっき言ったどれだっけ、あの HP が半分以上で発動するやつが、250% のやつ、これこれいうのが直撃時に攻撃力のパーセンテージがすごい大きく伸びるんで、直撃時にその固定値も上げとくといいよっていう感じで、そうですね、そういう感じでやっていくといいのかなって思いますね。まあ、あの直剣モッドに関しては、まあ、直剣モッドとか、まあ、防御加減にのフルバースト直剣とかね、まあ、そういうの使うときも、あのそういうの、攻撃パーセント防御パーセント以外にも、まあ属性ダメとかクリダメのダメージ倍率っていう枠も意識すると、すごくいいんですよ。あ、なんでかっていうと、ダメージ計算式上で釣り合いが取りやすいからです。別枠なんでね、攻撃力の枠と別枠も上げていってバランスよく上げると、まあ簡単に言うと何でもバランスよく上げると強いっていう感じで、まあ追加効果はちょっと、あ、追加ダメージか、追加ダメージはちょっと違う考え方なんですけど、まあごちゃごちゃいろいろ喋りましたけど、これが欲しいっていうので、なんかその連のあのスキルって多分これ初なんじゃないかな、多分初ですよね。あのわかんないちょっと俺は2周年環境から始めたでちょっとわかんないですけど、まあとりあえずちょっと、まあ他のもね当たってもね全然嬉しいんで、で今ねこういうねコラボ系のオーダーって引かないと、もうずっと一生手に入んないと思うんですよ、コラボ系は。だから今のうちにちょっと、引いていこうかと思うんですが、まあ、このね、大体その探検と、まあ、直剣とアビリティなんで、それ以外は、まあ、基本飛ばしていくっていう形でやっていこうかと思うんですけど、あ、これもね、一応探検なんでフルバースト演出が出たらね、小春の可能性が、まあ、高いんですけど、ちょっと、あ、でもこのさ、ガチャのね、背景なんかいいですね。てかタイトル画面もなんかなんだっけ、メモデ、あ、直剣飛ばしちゃった、メモデフのなんだっけな、あの音楽なんか流れてるって言ってる人いて、まあ俺メモデフちょっとあのやってなかったんでわかんないんですが、なんかね、そういいみたいで、なんかすごい感動したって言ってる人がいて、あ、そこまでなんだと思って、まあとりあえずちょっとステップ1はまあこんなもんだったんですけど、別にもうあのいつも通りなんでそんな気にすることでもないんで、まあ、あのスルーしていって、そうですね、このままねいいの出ればねいいんですが、そう確定枠以外で本当に最近出なさすぎて、まあ、出たとしてもかぶりみたいな感じなんで、本当にそういう確率になってんのかなっていうのを若干不安になるんですけど、まあでもあの確定枠以外の確率ってその無料オーダーと同じくらいなんですよ。星4の出やすさが 4% で、まあ、だから全然出ないっていうのもなんか普通といえば普通なのかなっていうのも思うし、まあ、どんどん引いていけばね、まあ、メモリア小石には一応なるんで、まあ、あ、次、あー、はい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 、まあまあまあいいでしょう、ステップ3でね、あの勝負なんでね、まあいい、まあこういうもんだから、もうね、ちょっと期待しすぎるとね、痛い目見るんで、あんまりね、あの、期待しすぎてガチャはね、引かないようにしています。ちょっとね、これね、あんま出なさすぎるとね、発狂してしまうんですよ。もう一
今月めっちゃ課金してるんで、めっちゃって言っても本当に重課金の人からしたら本当に大したことないと思うんですけど、ちょっと新生活始めたばっかでお金が本当に必要なところをなんかねめっちゃ課金してて、お、あーでも演出、あーでも演出ないってことは、レン、あ、レン、あ、違う、レン、あ、違う、持ってある、も、あれ持ってたっけ、あれ持ってた、あれアクセルアビリティもアクセルの演出なんのかな、どうだったっけ、アクセルの演出、あ、あ、持ってる、いらん、あ、マジで持ってていらん、え、アビリティか、アビリティもこれ来なかった、確定枠で探検ってことは小春の可能性が、これでフルバース転出だったらまあ小春なんで、まあ嬉しいといえば、あー違う違う、なんだろう、探検、探検、あれこれ持ってた気がするんだけど、3枚抜きだけど全かぶりの可能性がありますね、まあいいや、捨て子で当たればまあいいでしょう。あーなんか副産物的になんかいいの当たればな、全然来ないんだよな、無料、あーでもアビリティねえ、あーマジでよー、これよー、もうさー、舐めるのもいい加減にしろよマジでよー、消費者舐めとんのかっていうさー、もうさ、まあ運営もさ、まあ売り上げギリギリで大変でしょうけどさ、お、まあ俺もね、自分のことばっか考えてるから、しゃあないんだけど怒るのもさ、それにしてもさ、出ないじゃん。で、これでなんか出たら、急に手のひら返しで、運営様、ありがとうございますとか言い出すんだろうしょうけど、まあもうステップ5まで来てしまったので、まあちょっとねマジ当たってくれよ、死んじゃうよ本当に、うん、もういじめやめて、いじめダメ絶対、本当にみんなもね、あのいじめダメ絶対なんで、あんまりね、あのいじめないであげてください、本当にあのうぜえって思うやつ言ってもね、あのまあ俺は本当にどうしようもなくしんど、そいつとそういうなんかめんどくさいやつと関わるの本当にしんどかったらもう無視するんですけど、もうこいつと関わってると自分の精神が終わるなっていう時はもう仕方なくあの無視とかするんですけど、でもなんかあいつ無視しようぜとか他の人に言ったりはしないんですよ、もうどうしても自分の身を守るために仕方なくやったりとかするんですけど、あの進んでこいついじめてやろうぜみたいなのってよくないと思うんですよ、まあ俺もねなんか自分の身を守るためとはいえそういうのね無視とかしちゃったりもするんで、そういうのねいじめだろうとか言ってね言う人もいるかもしんないですけど、あー探検かよー、やめろよマジで、あ、いや嬉しいけどさー、あーいいね演出いいけど、おーいいね、あ、やべ、ボイス、ボイス、まあ、あなたのパートナーだからっていうボイス。ハイドロカッター、これさ、確か、あ、でもザンミズってことはあれか、カオスゼーファンでちょっと遊べるかな。ちょっとやってみたいですね。あなたのパートナーだからっていうやつ。多分、これ、あれでしょ？かぶりでしょ？ほら、全部かぶり。なめんな、マジで。じゃあこれあれだよ、探検装備しますか、探検、あーちょこいこちょちゃう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 、ちょっとね操作がね下手なんでね、すみませんね、フルバーストで絞り、ああそうでね受け取って、カッターって確かあの樋口カッターみたいな感じで早いんですよ、あれ、あそうでもない、あでもまあ十分な速さですね、なんだっけなんかめっちゃ速いのあったんだよな、まあ十分ですね、でもブレイク値37からのバースト時74か、まあまあまあいいですね、で、まあ、探検なんで例えばまあアクセル中だの覚醒中だのに、刻印を入れつつね、まあ、こういうやつ俺たまたま持ってるんですけど刻印を入れつつまあフルバースト入れていけるっていうのがソロカオスではいいと思いますけれども、で特に探検って
執行者の目が入るんですよ。執行者の目っていうのは、まあ、刻印みたいなデバフが入るっていうもので、これですね、執行者の目っていう探検の熟練度スキルがあるんですけど、これが超重要で、まあどうなんだろう、感覚的には10回に1回成功する、8回に1回とかだっけ、なんか成功するんですけど、2倍にするっていう、まあ2倍っては言ってるんですけど、実質プラス 100% なんですよ、覚醒率の部分に、計算式上はね。でまあ覚醒してない時は、まあ刻印枠とか呼んでる人もいるんですよ、だって覚醒してないじゃんっていうダメージ計算式の枠的に、まあこれは刻印枠だよって言ってる人がいるんですけど、まあそこがプラス 100% になると。でしかも、これがですね、刻印と被らないんですよ。同じバフデバフって被ると同時につかないっていうのがあるんですけどね、これね、被んないんで、と刻印と執行者でどっちも乗るとプラス 100% プラス 100% で3倍になると。でそこにね、もしね、このフルバーストとか入れるとね、さらにね、このここの通常時もバフデバフが入ってるんで、例えば、まあ、アクセルでこれ通常時入れつつね、これ自体水なんで、水残水ってね、これだけね、貫突してね、アクセルで打っててもね、入るんで、通常時も入ってバフデバフ入って、でうまくいけば、まあ、刻印とか、執行者とか入って、結構いいダメージが出るんじゃないかなとは思うんですけど、まああとはね、小春とかにね、まあ、刻印だのなんだの入れてもらったり、バフデバフかけてもらったり、まあ、探検とか、まあ、片手込んでバフデバフかけてもらったりって感じで、まあ、ソロカオス頑張れるんじゃないかなとは思いますね。で、残水っていうと、残水どこだっけ、フロアボス的には。もうなんかちょっと忘れちゃった最近もう弱点属性ちょっとね覚えてないんですけど、残水、あれどっかなかったっけ、最近ラングレンだっけ、残水それ以来来てなかったっけ。まあいいや、どうしような。3405ジェムあるので、ちょっと1万課金ばっかするのもなんかちょっとね、もう本当に生活が不安なんで、こっちのアリブレオーダーを引いてる余裕がないんですけど、この覚醒延長もね、ちょっとね、欲しいんですが、でもね、アスナソードスキルか、アスナアビだったらね、すげえ欲しい。あ、でもこれもね、コンビネーションバフが、まあ、ついてるので、まあ、言うてコンビネーションバフあってもさ、これスイッチ時なんですよね。フルバーストに入んないんで、ただ攻撃強化4バフがすごく片手再建ではいいので、これは引きたいけど、まあコラボだからね、今引いとかないとあかんのですが、あれこれさ、今思ったんだけどさ、これアンリーシュブレイディングって書いてあって、このなんか10周年のさ、このマークついてるじゃん、これ10周年のマークついてなくね、あれ？こっちは？こっちもさ、このなんか10周年のマークここら辺ついてるじゃん。これ10周年のマーク、10周年だよね。ゲームプロジェクト、うんたらかんたらって書いてある。まあ、いいや。これだと1250チームですよね。3750。あー、ちょっと足りないか。じゃあ、一回だけ引けるって感じになるのかな。ステイチで出るかわかんないけど、まあちょっとステイチ引くか。このレンちゃんはね、確実に狙っていきたいんで、まあステイチだけでも、まあちょっと引いて、まあ多分ね、爆死するとは思うんですけど、まあとりあえず探検フルバね、取ったんで、まあそこは、まあ良かったのかなと。まあ、探検のフルバ使うかわからんけど、まあでもやっぱ遊ぶのにちょっとね使うとは思うんで、やっぱあれですね、ゼーファンで使ってみようかなっていう気持ちがねあるんで、いやーちょっと来ないよな、ステージだとさすがにな、来ないよね。あ、来てほしいな。多分無理だろうけど、
来てほしいな。あ、やっぱそうだよね。まあそういうもんだよね。うん。あ、まあまあまあ、イベントでちょっと貯めて、ステニくらいは引けるかな。まあでも、うん。まあいいでしょう。あの、探検のフルバしか来なかったんですけど、他全部かぶりでさ。これもさ、かぶりなんだよな。まあいいや。ちょっと今日はブーデー男にお祈りしなかったんで、ちょっとそのせいもあるかな。ちょ、このね、ブーデー男マジでね、頼りがいがあるんで、あの、このね、ブーデー男のね、鼻の穴にね、指突っ込んでからね、オーダー引くと、なんかいいのが出るのかなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた、シュイーン。